シンガポール大統領宮殿の門にあるシンガポールの紋章シンガポールの国章は1959年12月3日、元首にユソフ・ビン・イーサークが就任した際、視聴者前会談における宣誓式でシンガポールの国旗及びシンガポールの国家と合わせて導入されたものである。シンガポール国家の紋章は、まず中央のシールド部分は赤字に白で、 三日月と五つの星があしらわれている。赤は普遍的な兄弟愛、同胞愛と人間の平等を意味し、白はどこまでも広がりいつまでも続く潔白さと美徳を意味する。三日月は若い国家がこれから登ってゆくことを表す。五つの星は民主主義、平和、進歩、正義陽動平等の五つの理想を示す。サポーターは向かって、左側はライオンで、 向かって、右側は虎になっている。ライオンは、シンガポール自身を表し、虎は、マレーシアとの歴史的つながりを表す。縦の下にあるスクロールには、共和国のモットーである、マジューラ・シンガプールラの文字が書かれている。国証を広告その他商業上の用途で使うことは、法で禁じられている。政府組織のみが許される、範囲内で国証を掲示することができる。 また国章は敬意を持って扱い、きちんとした方法で掲示しなければならない。なお、国章の他にも1986年に定められたシンガポールのシンボルマークがある。これは左側を向いて口を開いた赤いライオンの胸から上の像で死子の町と呼ばれるシンガポールのアイデンティティを表したものである。国章が必要とされる場よりも、 若干砕けた観光の宣言などの場で用いられている。ありがとうございます。